はい、こんにちは。今回ですね、こちらです、ちっちゃいノートパソコンですね。おそらくネットブックとかその辺りの類になると思うんですけど、ASUS の X205TA ということで、まあ多分ネットブックみたいな感じですね。 eBook っていうやつになるんですけど、まあだいたい3万から5万ぐらいの間で買えるやつを、ジャンクで4000円で買いました。今現状はね、多分オークション相場で行くと、まあ大体5000円ぐらいかな。使えるやつで5000円ぐらいで売ってるやつですね。で、こいつなんですけど、まあ、ここに書いてるんですけどね、キーボードタッチパッドが反応しませんっていうジャンク理由なんですけど、なんか調べてたら、なんかドライバーが外れるらしいんですよ、これ。ドライバーが外れる。なんか使ってるうちに、勝手になんか Windows、の更新が入ったかなんかで、なんかこうドライバーの、こいつのね、キーボードのドライバーが外れてしまって、うっかり使えなくなるっていうやつらしいです。これがそれだったら、多分、ドライバー入れたら治ると思うんですよね。で、治ったら、あげる約束してるんで、その人にあげるつもりしてるんですけど、まあ、今回は修理というか、それで治るよっていう話を、ウェブ上ではいっぱいあるんですけど、まあ、一応ね、YouTube 回でも残しておこうかなと思ってね、僕が。もうすでにあるかもしれないけど、動画撮ってます。で、こいつですね、スペック読んでると、Windows 10のホームエディションの 32bit、メモリ 2GB、で、CPU が Atom の Z3735F、で、ストレージは eMMC の 32GB ですね。まあ、そんなにめちゃめちゃいいやつじゃないです。一応64もあるらしいんですけど、これはちっちゃい方の32っていうことになりそうです。ちょっと、はい、こんな感じでね、起動したわけなんですけど、おそらく、再インストールをかました結果、ドライブ外れてしまったっていう多分事故じゃないかなと思います。ほら。何も反応しない。多分ね、再インストールしたんでしょうね。ハードオフさんが。で、その結果、ドライブ外れちゃって、ミッチもサッチもいかなくなったっていう、そういう悲しい話じゃないかなと思います。で、これでね、例えば、マウスとかキーボードをつけて動くようだったら、もう確実にそのドライバーが剥がれたっていう原因です。で、それでもこの外付けでマウスとキーボードつけても動かない場合はキーボード以外の何かが壊れてる可能性がありますね。はい、ではね、いきますよ。まずマウス当然動くよね。で、まあ、日本語はいとかにしてですね、このキーボードで打てますね。キーボードで打ててるんで、多分そのソフト的にシステム的にどうのじゃ多分ないんだと思いますね。これはこのまま多分進めていってドライバー入れたら動く可能性があります。ということでちょっとバーッと入れていって、そこまでちょっとやってみたいと思います。ちょっとじゃあそこはカットしますね。これね、ASUS のこれホームページなんですよ。で、このサポート安心保証のドライバーマニュアルってとこをクリックすると、ここにモデル名検索ってあるんですね。で、ここに今回の X205 って入れたらもう TA で出てくるんで、こいつをクリックしたら、ここに eBookX205TA で出てるんですよ。で、ドライバーツールを押して、このドライバーツールの今回 OS の 32bit なんで、10の 32bit 選んで、ここになんか無線やら何やらあるんですけど、この中のタッチパッドとあとこのチップセットですね。こっちも一応ダウンロードしておこうと思います。で、こいつらを、USB かなんかに入れて、こいつに挿します。で、今これがね、付けた外付けの USB、ちょっと白飛びして見えなかったらごめんなさいだけど、あるんですよ。で、こいつクリックして、保存先ですね。これがさっきの保存したやつなんですけど、これそれぞれを落としてきて、落とすってわかんないよね。デスクトップにコピーして、もうこれも必要ないんで外して、で、これまあ一個ずつやろうか。とりあえず先チップセットから、先
展開すっか、展開しとくか、まあ念のため展開しておきます。はい、白飛び星人映ってたら嬉しいんですけど、アトムプロセッサー Z3000 シリーズ You have a success, success free ということでね、成功したよって書いてるんで、リスタート Now にしてフィニッシュします。そしたらですね、再起動が始まります。はい、再起動しました。続いてもう一個の方ですね、スマートなんたら、このタッチパネルの方のドライバーもやっていきます。起動しねえな、しょぼいなこいつ本当に。セットアップトゥドライバー、ネクスト、成功したって書いてますね。コンプリートって書いてるんで、クローズしたらリスタートしろってやっぱり言われたんでリスタートします。これで多分直ってるはず。はい、再起動ね、完了しましたので、どうなってるのか触ってみたいと思います。いきますよ、まずこの USB とキーボード外す。はい、外したね。で、まずタッチパネル動いてますね。動いてる、動いてて、あとはキーボードが反応するかなんですけど、これで例えば JJJ、 おお、入る、完璧だ、入りますね。ということはもう直ったってことですね。完璧です。で、多分今回ですね、僕の推測では再インストールを多分ショップというかハードオフさんがした結果ドライバー外れたってことじゃないかなと思ったので、まあドライバー入れたら直ったっていう話でした。はい、はい、ということでね、今回はこちらの ASUS のですね、X205TA の、まあその言ったらキーボードとタッチパッドが反応しねえよっていうものを直すっていうお話だったんですけども、いかがだったでしょうか。案外ね、ネットでパッと調べたら一発目に検索で出てくる解決方法なんで、まあ、知ってる人は多いんじゃないかなと思います。まあ一番懸念されたのは、懸念というかちょっと不安だったのは、本当にチップというか、基板上壊れてる可能性はゼロじゃなかったんで、そうなった場合、こんな低スペックのですね、ゴミが誕生するっていう、ちょっとヒヤヒヤもんだったんですけど、まあうまいこと言ってよかったなと思います。まあ早速ね、まあ嫁ぎ先決まってるんで、こいつは差し上げるっていうか、まあ一応買った金額で買ってもらう、いうふうな感じでね、嫁いでもらおうかなと思います。まあちょっと一つだけ、懸念というか、言っておかなくちゃいけないなと思ったことがあって、今回これ直ってじゃないですか。で、なんか見てたら、僕は今回その再インストールが原因だって思ってるんですけど、なんかね、再インストールじゃなくても普通に使ってて急になんか反応しなくなったみたいな、いうふうな相談をね、ウェブ上でしてる人がいて、でそれはどうなんでしょう、多分 Windows アップデートかなんかが入ったタイミングで剥がされたとか、そんなんだと思うんですけど、まあ、実際なんで剥がれたかってそれはね、ちょっとわかんないですよね。なのでもしかしたらもっと違うところでこれ剥がれやすくなってる可能性もなくはないなと思ってて、なのでまあ、じゃあ簡単じゃん、今度じゃあメルカリで1000円で同じ症状で売ってたら買うわじゃなくて、まああれだったら別にこれじゃなくてもね、違うの探されてもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、こいつ自体はね、サイズ感もすごくいいし、デザインもシンプルでね、個人的にもかっこいいなと思うんですけど、まあちょっとその辺はね、参考にしてほしいですね、買うときに。そんな症状あるんだっていう風な感じで、そこをまあ共有できるんだったら買ってもいいんじゃないかなと思いますけど、ちょっとその辺も伝えたいなと思って、ちょっと喋ってみました。ということで、今回は以上でございます。なんか参考になったら、嬉しいです。もしなんか気に入ってもらえたら、評価とかコメントとかいただけると嬉しいです。また動画出しますので、もしよかったら見に来てください。それでは。さよなら。